どうして歯石を取りに来ようと思ったんですか？やっぱ口が匂うから、口臭がね匂うから、そして歯がなくなったらいかんからと思って。ワンちゃん、猫ちゃんと仲良く暮らすための30分番組、猫ワン。猫ワンはご覧のスポンサーの提供でお送りします。今日は大和動物病院でお口の中をチェックして歯石を取るリボンちゃんに密着取材。もしワンちゃんや猫ちゃんがいなくなったら、すぐに市や町の役場、愛媛県動物愛護センター、そして警察に届け出てください。収容されてから1週間から2週間で殺処分に回されてしまうというケースが多いんです。マイクロチップを埋め込んでおくと、首輪がちぎれても大丈夫です。今治市国部桜井動物クリニックは、猫ワンを応援しています。猫ワン。寒い日や雨の日、車のエンジンルームに猫が入っていることが。そのままエンジンをかけると、車も猫も大変な事態になります。ボンネットを叩いてチェックだけだと、大きな音に驚いて猫は身を固めてさらに隠れてしまいます。ボンネットを開けて猫がいないかチェック。同時にウィンドウォッシャー液やブレーキ液、バッテリー液やエンジンオイルなどの量のチェックもできますね。ほんの30秒の手間で車も小さな命も守れます。これでよし。国道56号沿い、伊予郡正木町加村動物病院は、猫ワンを応援しています。やってきたのは松山市石黒町の大和動物病院。ドッグランやトリミング、ペットホテルまで充実したケアを任せられる動物病院です。飼い主さんに抱っこされて病院に来たのはリボンちゃん、11歳の女の子。かわいいですね。かわいい。うんよ。外で待ちます。どうします？外で待とうか。うん、どっちでも、まあ、混んでる感じやから、うん、おとなしいですね。だけどね、散歩に行くとね、はい、もうずっと吠える。本当？病院ビビってる感じですか？あんまりわからんと思う。あ、もう中入ったらわかるけどね。あ、まだ病院ってない。まだ感じてないかもな。あんまり来んしね。はい、こんにちは。はい、こんにちは。歯石取り。はい。まず最初は帰りますね。さあ、病院に行くのが3年ぶりですね。あ、3年ですか。3年ぶりですね。3年ぶりで、歯石をしたのが4年前。あ、そうですか。あ、田舎も飲みの薬はね、帰るのだから連れてきなくて。この間ってワクチンとかイライラとかっていうのをしてるんですよ。いいね。あ、何も予防はされてない。最初だけ。なるほど。まあ、それらもね、やっぱりしてあげた方がいいはいいですよ。あ、そうですか。歯石もね、大事なんですけど。まあ、歯石は結構ついてますよね。まあ、4年間で。
かなりついてますよね。黒いとこですか。まあ、そうですね、黒いというか茶色いというか、はい、あのここは歯が見えてるじゃないですか、はい、でここなんかはもう歯が下先の方は見えてるけど、あ、もうグラグラしてますよね。うん、もうこれも犬歯も半分先の方だけが歯が見えてるけども、この上の部分は全部歯石で覆われちゃって、こっちの歯なんか歯が全く見えてない、こっちの後ろの歯も歯が見えてないような状態ですよね。まあもう歯がぐらついてるところは根っこが、あの骨が溶けちゃってもう抜ける寸前なんで、まあ、あの歯石を取るんですけども、もうそういう歯は全部抜いちゃわないとダメですね。もう歯なくなるんやないかな。歯なくなるかもしれない知れないですね。うん、それで、今日はまあ術前検査ということで、はい、いろいろちょっと調べてはいきますね。うん、3年ぶりなので結構こう変わってることもねありますし、年齢も11歳ですかね、今年で、はい、うん、特に今気になるようなことっていうのはないです。別にないです。特にはないですか。何してるんですか、それ。もういろいろ全身のチェックですよね。触って触って、まあ、リンパ節が腫れてないかとか、体表に腫瘍がないかとか、うん、まあ、なぜそれこそ3年ぶりなので、もうほとんど3年ぶりっていうと初めて見るに等しいぐらいだと思ってください、うん、体が変わるってことですか。変わります変わります。もう3年っていうと、どんどん人間でいうと10年以上経ってるっていうことになるので、10年経ったら、10年経ったらね、我々も10年後の自分って想像すると、まあ、できないですよね。病気になってるかもしれないし、うん、だからまあ、本当に初めて見るような形でいろいろこう、ここ悪くないかな、どこか悪くないかなっていうのを、はい、調べてですね。で、問題なければ歯石の処置は全身麻酔科ですることになりますので、はい、うん、その前のチェックですね、今は。なるほど。おむつ外しといたらよかった。よし、じゃあちょっと血液検査をします。で、まあ、血液検査ではいろいろ調べる、貧血がないかとか、血液を固める細胞が不足してないかとか、腎臓の機能どうとか肝臓の機能どうっていうのを調べていきます。で、まあ、今回はちょっとフィラリアの予防もしてないっていうことなので、フィラリアのチェックもします、はい、それとその後ちょっと胸部のレントゲンを取りましょう。それで問題なければ予約を入れてっていう形で、はい、行きたいと思います。先生、どうしてレントゲンがいるんですか。レントゲンはですね、まあ、主に今回は胸部のレントゲンを取るんですけども、気管の病気がないかとか、心肥大がないかとか、肺に問題がないか、やっぱりその心肺機能に対して麻酔は作用しますので、そういったところに異常があるとちょっと、やめとこうかっていうことに なることもあるので、そういったところを調べます。もしレントゲンで異常があれば、さらに詳しくエコー検査なんかもしたいとは思いますけども、今のところ聴診器では心雑音はないので、はい、まあ、まずはレントゲンでっていうところです。なるほど。はい、じゃあ採血をします。猫ワンを応援しています。猫ワン、ただいま。お家古くなっちゃったね。
そうだ、ちょっと待っててね。なんだこの行列。ケース平岡工業。猫ワン。松山市上高野町のタンポポペットクリニックです。タンポポペットクリニックでは往診にも力を入れております。ワンちゃん猫ちゃんを病院に連れて行くのが大変な時は私が往診します。お気軽にお電話ください。お利口さんでした。なんだ買った。これはどうしてつけるんですか。レントゲン撮るので、はあ、仰向けにしたりするので、嫌な格好したいので、はあ、一応暴れないために。ああ、なるほど。こう仰向けにしたり寝転んで、で横向きにしたりだとかっていう、まあ、通常あんまりしない姿勢を取るものですから、レントゲンでは。おとなしい子でも口が飛んでくるっていうこともありますし、他の病院の先生で顔なんか縫ってるなと思ったらどうしたのって聞いたら、噛まれるのにあの時に噛まれたっていう話も聞くので、はい、まあ、自分の身を守るとともに犬の身もこれで守れるので、はい、カラーは絶対うちではします。念のためにってことですね、はい、病院によっては麻酔をして麻酔とか鎮静、おとなしくお薬で眠らせてから取るっていう病院もあるそうですけどね。はい、まあ、レントゲンを取ります。取ってきますので、ここでお待ちください。お、頑張るよ。はい、ですね、まず血液検査ですけども、まあ、特に大きな問題はありません。はい、歯石の処置ができませんっていうところは全然ありません。それと、まあ、頭部のレントゲンもですね、特にこれといった問題はないんですけども、ちょっと胃と重なってるので分かりにくいんですけど、腎臓に結石があります。シュナウザーってすごい泌尿器系の結石ができやすいのご存知ですよね、はい、なんですけども、腎臓に結石があるんですよ。はい、はい、ちょっと分かりにくいかもしれないんですけども、これがそうですね、はい、うん、これはい、腎臓結石ですね、はい、なのでちょっと泌尿器膀胱までは取れてないんですけども、はい、ちょっとこれは食事を気をつけた方がいいですね。結石用のフードがあるので、はい、そういったフードに変えるっていう方法だったり、はい、あとはたくさんお水を飲むこと、はいはい、もう意識的にお水をたくさん飲んで、結石がこうお水たくさん飲むとどん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 排泄されていって、こう石の成分が固まる時間を与えないんですね。なのでできにくいので、もうその2つをやってもらうことです。ここで知っておきたい水分と食事のポイント。水飲みます？そんなには。特に冬場なんかは、水はちょっと、はい、取り替えて水道の水でないといかんって言われて、はい、水道の水を、はい、そうです。日本の場合は水道から出る水は軟水なので、その水道の水でいいんですよ。いわゆるミネラル分が多い硬水は絶対避けた方がいいですね。から井戸水とか使ってる場合なんかはちょっと注意した方がいいですね。場合によっては硬水に近いミネラル分が多い、そういう可能性はあるので、うん、先生、飲ませるなんかいいアイデアないですか？食事を缶詰にするっていう方法が一つあります。はい、ただし缶詰の
悪い点も実はあって、それがあの今回問題になっている歯石なんですよ。で缶詰はやっぱり歯と歯の間に入りやすい、でそれが歯垢になって歯石になるので、缶詰ばっかり食べてる子結構歯ボロボロなんですよ。だから結石に対しては缶詰は勧められるんですけども、歯石に対してはマイナス面があります。だからもう完璧に歯磨きできるんだよということであれば、まあ、理想からすると多分あの缶詰になるんだと思います。ただそれが難しい、歯磨き難しいよという場合には、それこそこう今回、まあ、問題なく歯石できそうですけども、きれいにした後もう1年で同じような状態になっちゃうので、それだったら結石用のフードを食べる。もう11歳っていうところなので、これからあの高齢にどんどんなってきて、その時に結石の手術をしないとダメとかなるとやっぱり大変なんで、今のうちから、まあもうすでに結石ができてるんですけど、今のうちからやっていった方がいいですよね。それは抑えるため。そうです、あの新たにできないようにするためです、ね、それを取り除くんじゃなくて、ですね、例えばあの今腎臓にできてるんですけども、これは腎臓を開いて取りましょうというわけにはいかないです。はい、まあ逆に言うとそれも必要もないです、今のところは。はい、ただし膀胱にできてしまった場合で、血尿になるとか膀胱炎になるとか、そういった場合には開いて手術で石を取り出す、はい、これはもう結構しますよね。ただ今のところそのおしっこに対して症状がないので、結石用のフードを食べてもらって、どん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 結石が大きくなるとか新たにできる、それを防いでいった方がいいと思います。歯石とはちょっと関係ないところですけども、はい、こういう、まあ、シュナウザーで多い病気ですよね、はい、それが、まあ、見受けられましたので、はい、あとは特に問題ないです。はい、じゃあ歯磨きとかもちゃんと手入れってどういう風にしたらいいんですか。基本的にやっぱり人間と同じようなブラッシングができるのが歯ブラシで、歯ブラシです、はい、まあ、ヘッドの小さめ あの小児用の歯ブラシでいいですし、ワンちゃん用の歯ブラシも売ってますけど別に大差ないので、歯磨きを人間と同じようにする。じゃあ人間っていつ歯磨きするのっていうと、月に1回歯磨きする人っていないじゃないですか。基本的に朝晩毎日ですよね。犬も一緒です。考え方としては朝晩毎日歯磨きをする、これが、まあ、歯石に朝晩、重労働それが、まあ、理想ですよ、あくまでも理想です。じゃあ自分の犬にできてるかっていうと正直できないですし、あくまでも理想はですけども、朝は毎日歯磨きをする、ね、月に1回歯磨きしたところで何にもならないんで、うん、今どんな感じでお手入れしてるんですか。犬猫用の口ガーゼみたいな感じで指に巻くやつ、ね、それをでこう口拭いて、うん、で人間用 の何口の中を除菌言うんですかね、消毒、うん、モンダミみたいな、それでこう拭いて、うん、それだけです。それって毎日してるんです。3日3日か4日に行ってです。3日4日に1回、まあ、効果がないとは言わないですけど、やっぱり3日に1回っていうのをもうさっき言ったように毎日ではなくなるので効果としては薄くはなりますよね、うん、毎日か、はい、できます、できません頑張ります頑張ってください、まあ、それに理想に近づける、理想通りに行かなくてもそれに近づけることですよね、うん、3日に1回であってもじゃあガーゼに巻いてこう磨くよりもブラッシングできたらよりいいですし、まあ、可能な限りで、うん、はい、頑張っていくしかないのかなと思います、はい、分かりました。で、まあ、今みたいに歯石がついちゃった時には、はい、一回リセットして完全にきれいにしましょう。この日は歯石取りの日の予約をして帰宅。 CM の後いよいよ歯石取りです。猫は松山市山越6丁目のトリミングドッグディーバです。あなたのアイドルを素敵に輝かせます。
心を込めてトリミングいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。待ってます。持つお子様へ、テローグループで IT を学びませんか？建築家にだってなれるかも。夢を広げるテローグループ。ナチュラルケアドッグアカデミーは、ワンちゃんも人も自然体でいられる楽しいドッグライフをお手伝いします。幼稚園やしつけ教室では、プロのトレーナーが愛犬に合わせたトレーニング方法をご提案。新たな取り組みとして、ハーブやアロマなどの自然を取り入れたサービスやワークショップにも力を入れていきます。ナチュラルケアドッグアカデミー。いよいよ今日は歯石取りの日。リボンちゃんも緊張してる。大丈夫だよ。これ声とか別に普通に喋っていいんですよね。はい。え、そのまま放送。いや、嫌なとこは言ってください。嫌なとこ普通通りで。もう普通にやります。はい。あー、でもおとなしい。偉いね。おとなしいね。リコ。偉い。なにこー。今は血管にカテーテルを入れたところですね。あそこから何かを入れて、あ、麻酔をここから入れて、あとはまあ点滴していったり。なるほど。手術ずっと。そうですね。うん、偉いね。偉いな。人工的に呼吸をさせてるってことですか？あ、そうですね、はい。人工呼吸をしないことも多々ありますけど、まあ、呼吸が安定しないとかという時は、まあ、もう人工呼吸した方がすごい麻酔は安定するんで。麻酔が、はい。例えば、まあ、ここまで大きくなってるのは、もうカパッと取れちゃいます。うわ。カパッと。おおおお。あ、取れましたね。わ、綺麗な歯が見えてきました。うん、で、まあ、細かいのはあの、はい、超音波スケーラーで後で取っていきますので、まあ、大雑把に大きいのガバガバという、はい、もうこれダメですね。この歯はダメです。もうバッシ、うん、ダメですね。はい。ってな感じで。はい、もうダメになった方は残念ながら抜くんですけど、こういうふうに。で、あとはちょっと近づかないと難しいんですけど。ハンドスケーラーですね。はい。超音波スケーラーで。超音波。超音波ですね。こういうふうに。うわ、嫌な音が。嫌なんですかね。水が、震えてるのが分かるかと思うんですけど、はい、あのこの金属がものすごく小さく速く動いてるんですよ。それであの削っていってるんですね、歯石を。
だからその超音波と歯石がぶつかって擦り合うその摩擦で熱が発生するので、まあ、単純にこれあの口の中が冷えになるから水が出てるんじゃなくて、冷やすために先を水冷ってことですか。そうです、です、そのために出てるんですよ。もう慣れてるんで、こう、ただあの使い続けると熱を持つので、まあ10秒から20秒ぐらい使ったら次の歯みたいな感じで、ただこういうふうに綺麗になっていくのが本当だ見えるかと思いますが、綺麗になりますね。いや、そうですね、そのための処置なんで。うわー気持ちいい。飼い主さんすごい一緒に寝てても口が臭いとおっしゃってました。もうこれは臭いですもうバイ菌だらけなんで。あ、そうなんですか。はい、もう歯石歯垢っていうのは細菌の塊ですから、はい、まあ何でもそうですよね。あの匂いっていうのは、はい、ほぼ全てが細菌が出すものなので、はい、立ったり座ったりします。ああ、どうぞどうぞ。いろんな角度ですもんね。立ってやりにくいものは座るし、座ってやりにくいのは立つし、はい、裏側もあるし。そうそう、裏側もそうですけど、はい、この歯茎と歯の隙間ですよね。いわゆる歯周ポテトなんかにも歯石はたくさんついてるので。そういうのも取れるんですか。取れますね。そこを取らないと、はい、歯周病の指標にはならないので。なるほど。この続きは来月号で。犬や猫、フェレット、ウサギ、ハムスター、小鳥など心配事は何でもご相談ください。一緒に解決していきましょう。一色動物病院。散歩の時はリードを外さないようにしましょう。伸びるリードも犬嫌いの人にとっては恐怖です。糞は持ち帰り、量もペットシーツで吸い取ったり水を流したりして人に迷惑をかけないようにしましょう。松山市東のディスカウントドラッグコスモス東の店斜め前、村上犬猫病院は猫ワンを応援しています。ペットは飼い主さんだけが頼りです。飼う前には最後まで責任が取れるかしっかり考えましょう。年を取って介護が必要になっても息を引き取るまで愛情を持って飼いましょう。旧国道196号沿い、伊予北条駅より車で3分、松山市北条辻松山北条動物クリニックは猫ワンを応援しています。飼い主のいない猫に餌を与えるだけでは猫を救っていることにはなりません。餌を与えて栄養状態が良くなれば不幸な子猫が多数生まれます。不妊去勢手術を考えましょう。手術をすることで多くの病気を防ぐことにつながります。伊予郡戸部町リバーサイドショッピングセンター内、戸部ペットクリニックは猫ワンを応援しています。猫ワン、そろそろお別れだよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。また見てね。